はい、おはようございます。ちょっと体調不良なんでビール飲んでいい？もうやってらんねえわマジ。はい、KP、 KP でーす。おう、なんかちょっとお酒でごまかすっていうとこあるよね、体調悪いとき。ちょっと和らぐんすよ。あー、うめ。ちょっと苦めだね、キリン。ん？ビールうまいね、朝からビール飲むのね。デリ、ドリミ、ディ、ピュア、デラ、ブ、ド、ド、ピュア、イズ、ア、ブレンド。Inside by the presence of the sink and evolved its natural beauty. だって。かわいい、かわいい。奈々ちゃんかわいい。で、これ、アイライナーね。ここね、埋める感じで、妬み嫉妬が多いからね。自分たちがブスっていうのをはっきりと認識した方がいいよ。自分たちがブスだから綺麗なものに憧れるんでしょ？私は綺麗だから逆にブスの方に憧れるって感じ。生まれつき美人で困ったこともたくさんあるんですよ。うん。結構ね。美人に生まれてきて得もすることもあるし損することもあるんだよ。ブスにはわかんないね、美人の悩みっていうのが。かわいい、かわいい。可愛くていいな、抱きしめたいって感じ、うん、美しい、今日も今日も美しい最高じゃん、抱きたくなる肌って感じいいんじゃないの。やめてほしいんだね。藤沢奈々様、突然 DM して申し訳ありません。いつも奈々ちゃんの配信を楽しく見させております。今日も検査お疲れ様です。新宿の東口で突をさせてもらって、対応が優しい奈々ちゃんが大好きです。私事で DM すんのはお門違いなの承知で DM しました。無理は承知の上でお話しします。東日本大震災で両親を亡くし、家もなく、東京に友達がいて東京に来たのですが、武蔵野市で生活保護を受け入れて生活していたのですが、唯一の肉親の兄が肺がんになってしまい、親戚にも相談したのですが、みんなに、続きありますね。みんなに、断られ、お金が借りれなくて、そこでもし可能なら25万円お借りできないでしょうか。返済は私の生活保護が2万円ずつお返ししますと。ね、もう言い返してって感じでしょ。いや、そのさ、東日本大震災とか親とかね、わかるけど、ね、わかりますけどね。生活保護もらってんでしょって感じ。なんで自分のさ、そのさ、自分の範囲内で物事できないんだろうね。まあ、出費っていうのもあるで、死んだりとかしてさ。そうだよね。役所に相談するのが一番じゃない？ただ一つのリスナーに過ぎない私がこんな話するの他の違いは、他の違いね、本当に他の違いね。ちゃんと身分証を出しますと、本当にごめんなさいと。どうしていいのか分からなくて、奈々ちゃんに DM しました。本当ごめんなさい。お時間ある時によろしいのでお返事くださいみたいなね。なんで私なの？なんで私25万円を借りるわけ？それずるくない？他に借りるとこあるでしょ、つうの。結構ずうずうしいよね。私が貸すと思ってんの？ん？いや、勘違いもほどほどしいよね。ね、今までだってリスナーさんにお金貸したことあんだよ。貸したことあって、1円も返ってきてないからね。はっきり言って。それね、私はもう、リスナーさんには、金銭のね、
貸し借りはしないって。自分も借りないし、まあもらえはするけどね。お布施みたいなのもらうけど借りたりとかしないよねって。うん。ちょっとやめてほしいよね。私の放送楽しく見たいんだったら、コーナー送ってこないでね、違う人に送った方がいいと思うよ。私は貸さないんだ。エロソーダ好き？あ、めっちゃ好きです。すみません。アテナくんでーす。すみません。あ、すみません。あ、はい。どうぞ。あ、もうちょいこっち来た方がいいかもね。あ、はい。あ、そう。お久しぶりです。お久しぶりだね、新宿ぶりで。いや、あ、こんな感じなんですね。ちょっと暑くない？大丈夫？暑くないです、大丈夫です。え、どういうことだろう？釜で洗ってます、いつも。うん、私はお釜で、そのまま洗ってるタイプ。お釜で洗ってるんですね。うん。何合炊きます？足り分だから2合いきます。足り分だから何合かな。結構優しげで洗うね。優しく自分力弱いっすよ。力が弱いの？そうなんですよ。あ、来た。え、シャンプーとかしてみたいな。シャンプー？自分お客さん絶対寝るんすよ。美容師の。そうです。私そこで髪染めたりとかしても自分その始めたばっかだから、うん、すごい主婦層のリスナーさんにやっぱ教えてもらいながらやってますね。わかんない料理とかは。リスナーさん何？女性の人が多いの？まあそうですね、主婦の方が多いです。あ、最近は。だから繋がって言ってんだ。そうですね。ちょっと分かんないこと多いですね。でも料理まだまだ。いや、僕は深いする料理。え、でも自分で料理ってよくするんですか？私一人だからそんなにしないよね。あ、しないんだ。1週間に1回ぐらいじゃない、実際は。へぇ、意外に高くつくしね、材料余っちゃう。1人分作るのってね、ほんと難しいんだよ。いいんじゃない？アテナ君。いや、でも結構自分はもう多めに作っちゃって、うん、冷蔵庫とか冷凍庫に入れといて、うん、あ、なんか配信外で食べてるみたいな。へぇ、ちゃんと残さず食べて。同じもの何回も食べれる？え、食べれます、全然飽きずに。なんかあれば食べるみたいな。偉いね。めちゃくちゃ偉いよね、それ。うん。私はでも捨てまくりだもん、ほんまに。バンバカ捨ててね。え、めっちゃ怒られちゃうんですよ。捨てると？そうです、もったいない、もったいないって言われます。腐って捨てるよりね、腐る前に捨てた方がいいよ。そういう考え、私は。まあ確かに、うん、求めたいっす。顔が見えないな。あ、座ります。そうだね、いつも座りながら作ってるでしょ。そうですね。ピーラーってあります？ピーラーはね、よいしょ。あー、ちょっと汚いんだけど、なんかね、どっかにあると思う。探してみ。え、お酒って飲みます？よく。私ね、飲まないんだけど、今日の朝飲んじゃったね。昨日なんかパン屋さんでお酒もらってね。パン屋さんで。そう。それちょっと半分ぐらい飲んだけど、酔っ払っちゃったんだよ。アテナ君は強いでしょ。そうなんですよ。飲めるってことね。なんかお酒飲みたかったなと思って、今日。一緒でこんな朝かな。そうなんですね、朝だからどうしようと思って。うん、日本酒ぐらいしかない。あ、日本酒とか飲むんですね。皮剥いた？剥いてないっす。人参は自分剥かないっす。あ、いいね、気が合うね、私と。めっちゃ気
気が合うやん。いや、喋んないよ、もう。普段何の料理作ります？喋りません。え、なんでですか？やってください。すねないでくださいよ。普段ってその配信外って何してます？配信外めっちゃ気になりますね。そういう寝てるかな。気になってもそうでない。自分は寝てますね、ずっと。一緒一緒。外とか出ないんで、お友達いないんで。友達いないの？いないっす、ないっす、ないっす。ゆうせい君とかいるじゃん。いや、なんか誘いづらいっすね、やっぱり。先輩は先輩とか誘いづらいっす。飲みに行こうみたいな。あー、なんか自分結構気使っちゃう人なんで、うん、誘えないっていうか、うん、誘われたら行くって感じですね。誘われたら行く。誘われたら行きます。あー、なるほどね。よし、していこうか。ガスコンロの使い方教えてください。ガスコンロの使い方。私が作ろうかな。で、もう11時になっちゃったよ。もう11時ですか。これ、これ、これ、こっち。あ、これつかなくない？そうそう、つかないです。これか、これだ。あ、こっちですね。こっちが魚かな。で、うん、菜箸いいですか？あ、いいよ。ガスコンロは小学校入れです。あれ、玉ねぎ あります。いきなり肉入れんの？肉入れて味、あ、色変わったから野菜入れます。あー、なるほどね。最初に肉を入れると。そうです、最初に肉入れますね。色変わったぐらいから。はいはいはい。何も言わないからね、私。いろいろやるな。でも基本丁寧だよね、作り方がね。いつも丁寧ですよ。なんか、その1月から初めて作ってるんですね、料理って。うん。分かんないことだらけで、まだ全然分かんないことだらけで、ずっと教えてもらってますかね。ありがとうございます。下味はつけないの？下味は後でつけます。あ、後で。醤油とか、醤油とかもあるんですか？醤油、何を使う？醤油とみりんですね。醤油とみりん。あ、そこで投入すんの？そうですね。ちっちゃいですかね。フライパンの方が良かったですかね。まだ大丈夫じゃない？もりもりでもね、後で煮込むかな。いや、変える鍋、後で。後でちょっと変えます。ね、大きめのやつにね。ごつごつ。下っ端なんかに入ってたことになるな。いいんじゃないの？いや、すごいね。優秀なリスナーさんがいるんだね、その教えてくれるね。そうですね、主婦が多いですね。女に教えてもらってんじゃないの？主婦層ですね。だから情報によると、はい、お家にブラジャーが干してあったと。そうなんですよ。あれはなんですかね。自分5月か6月ぐらいまで彼女がいたんですよ、去年の。あ、彼女がいたの？そうです、去年までいて。それのことなの、あの情報は。そうですね、多分その子のブラジャーがまだ残ってんだ。そうなんですよ。未だに？未だに残ってます。あと合鍵もずっと渡してますね。未だに干しっぱなしなの？いや、違うんです。あの、洗って返そうと思ってるんですけど。取りに来ないの？その、自分、あっちも合鍵ずっと渡してて、うん、どうしようって感じ。それが配信に映っちゃったの？そうです、すいません。本当に、なんかそりゃ騒ぎになるわ。騒ぎになっちゃったんですよ。そうだよね。なっちゃいました。こんなこと、あ、やばいやばい。それは誤解されるわね。まあね、別にそんなね、悪いことをしなきゃいいんじゃないの。結構、おまたは緩い系なのかな、アテナコは。やっぱり
でも、まあ、沼と言いながらやりちんなんじゃないの。でもまあどうだろう、やりちんとは言われますけど、マスとかさはっきりしてんで、もうやりますよっつってやってる。まあそうですね、自分もやりますよとは言ってるんですよ。あ、言ってんだ。言ってます、言ってるんですけど、うん、でもなんかイケカテがなんか抜けてないってよく言われて、まだ怒る。もともとイケカテだから、ね、そうですね、まだ怒られるって感じですね。勝手に怒られるんでしょ。リスナーです。そうなんです。普通に怒られます。うん、いや言わせとおいで若いからね。え、でもこの辺りもうなんかさらされるのも、うん、もう怖くて、配信者だからね、なんか人間不信になっちゃって、リスナーとかに手を出さなきゃいいんだよ。でも逆に配信者とかね、あ、そうですね、普通にその辺で知り合ってナンパしてってするとかってマクロなんかされないんだから。ナンパもしたことないですよ。ないんだ。ないです。へぇ、お水すごいね。お水を入れる。いいですか。ありがとうございます。あら、なんかグツ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 してきたね。このさ、中火、うん、強火とかあんま分かんないですね。クラスコンロって多分弱火じゃないですか。これ弱火ですか。結構弱火。基本カレーと一緒だよね、肉じゃなくてね。途中までは2回目です、今回作るの。2回目なの、肉じゃが。今回2回目です。大丈夫。結構不安です。肉じゃがあんま失敗する人いないよね。だしでしょ。そうです。これね、このだし。はい。味の素も入れた方が美味しいかも。そうなんですか。うん。このだしどんくらい入れてます。なんかもうちょい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 、そんぐらい。はい。OK。これ全部私の料理になっちゃう。ダメだよ、ほら。味の素入れるの初めてです。味の素はね、何でも入れてもいいの。ラーメンでも何でもね。何でも餃子でもいいし、ピザでもいいし。そうなんだ。旨味成分だからね。でも結構しょっぱいものとか酸っぱいものの方が好きですね、多分。誰？自分が、多分。あ、そうなの？なんか果物とかも、うん、なんか酸っぱいのがいいっす。甘いね。ラーメンにもお酢バーってかけちゃって。あー、でもラーメンにお酢美味しいよね。そうです。うん、わかるわかる。20分ぐらい。たまにおっさんとかやってるの。20分ぐらいグツグツ。こっから？そうです。圧力鍋買っとけばよかった。もう朝ごはんじゃなくて昼ごはん。昼ですね。あと何？あとお味噌汁で。お味噌汁だ。なんか自分この千切りとかできないんですよね。千切り？こういうなんかシャ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 ってできないんですよ。どうするんですか？あ、でも上手上手。こういうなんか綺麗に切れないですよね。全然問題ないですよ。いいよね。そのね、包丁が切りにくいんだわ。あ、そうなんですかね。ちょっと当てると肉じゃがやばいかも。もうちょい火弱めた方がいいかも。はいはい、こういう風にガチャガチャ言われるの好き？いや、でも全然好きです。本当に？いや、なんだろう。逆に、その自分が何始めたばっかなんで、言ってもらった方が、こうした方がいいんだっていう風になります。あ、逆に勉強になるんで。あ、なるほど。また充電がなくなってきたね、このカメラの。やばい。いつも言ってもらってますもん。コメントなんで。勉強になるんで。私だったらブチ切れるけどね、こんなガチャ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 言われてたんで。練習は。大きくしてた。あ、上手。いや、こんな感じで切りますよね。うん。それで横に入れんの？そうです、横にペーって入れます。いい。鍋持ってきた方がいいかもね。あー、上手。いいんじゃない。こんなさ、いい男がね、毎日作ってくれたらいいんだけどね。もう結局手出しちゃうよね。結局ね。でも出してもらった方が出してもらった方がいいの。っていうか水少ねえな、それ。もうちょっと入れますか。どうだろうね。
口出さないって言ってもね、やっぱね、出したくなっちゃうね、みんなと一緒だね。男ね。やっぱりね。でも1年後には、もこみちみたいになります。あら。もこみちみたいにちゃんとやります。オリーブオイルをぶっかけちゃうの？そうです。高いとこから。ごま油ぶっかけるのもいいじゃん、高いとこ。でも、まだ入れない方がいいですかね。いや、入れた方がいいよ、もうすでに。うん。増えるわかめちゃんでしょ？そうです。あんま入れすぎるとね、わかめだらけになるかな。そんな入れなくてもいいかも。え、こんなにないですか？わかめ好き？わかめ好きです。いや、わかめ汁になるよ、本当に。結構増えるからね。もうちょいかな。そう、オッケー。じゃ、結局一緒だったね、今、手のひらに。お酒でも飲む？え、いいですか？飲もうよ。飲みたいっす。私は酒作ってあげるよ。ね。え、作れるんすか？いいチコ。もうキッチンドランカーでいいね。もうロックでいっか、ロックで。ね、全然いいですよ。ロックで。カップ、こっちも、こっちも。28杯。やてらくん、乾杯。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。うわ、ああきっちいね、これ。よく飲めんね。これ飲める？飲めます、全然大丈夫。全然飲めます。そうでしょ、なんかぬるいな。ツガツッと、あ、いいっすね、日本酒。スプーンが熱いよ。え、自分は好きっす。え、自分は好きっす。私がなんか味覚おかしいのかな。自分は好きです。めっちゃちょうどぐらいです。なんかわかめの味しか、わかめ汁みたいな感じだね。もうちょっと入れます。普通の味噌入れる？あ、普通の味噌がじゃあいいですね。よろしく頼む。